はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロ2018ペナントレース、今回からソフトバンクとの戦いですね。じゃあ試合へ行きましょう。で、オーダーはちょっと先発だけちょっと、そうだね、スタミナ的な問題で、今マックスであるのが三都志くん、三都志くん絶好調だね。あと正宗くんだけど、そうだね、絶好調三都志くんを使っていきますか。まあ、変化球は3種類、球速140で悪くない。スタミナがね少し心配だけど、絶好調なんでね、底上げされてるはずなんで、よし、これでいきましょう。まあ、先発っていうかスターティングオーダーはいつもの感じかな。まあ、代打とかね、ダイソーとかね、そこら辺はもうコンピューターにお任せしたんで、前回やった感じだと割と変えていくイメージだよね。ルーキーの水戸、今シーズン初のマウンドに上がりました。ホークス打線相手にどういった投球を見せるのか。スプリット、シンカー、カーブ、あ、投げちゃった。よし、行きましょう。まずは1回の表、先頭バッターは川島。リリース持ちか。第9特能をチェックしてなかったね。投げた、おー、怖い。ストライク。第2球、1番は川島、やっぱ足が速いね。その代わりミートとパワーはそんなでもない。投げた、3球目空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。スプリットちょっと引っ掛けさせる。投げた、おお、いいね。空振り三振。バッターは2番今宮。第9、安定した能力だよね。内角高め、見送って、その代わり調子が悪いとスタミナの問題で使いづらいかもしれないけど、宇宙からへのヒット、今宮、いいバッティングを見せました。あー、山北がいるところか。やべえ、こいつもやべえよな。やはりプロだよね。クリーンアップはなんかどこも怖い気がする。しかし三振男、 OK。 今宮は足ビーカー、結構振ってくんなここのチームなんか知んないけど、ゲー取れないか。三塁までは走られなかったけど、デスパイネ、パワーは A。 外れたボール、第2球投げました。外角高め、ミートがねそんなに多くないから、第3球を投げました。引っ掛けてくれればいいんだけど、パワーヒッター広角だとチャンス。第4球は徳野はなんかいいの揃ってんね。そこでのサードゴロ、一塁送球、 OK。 スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。まあ、立ち上がりは悪くないでしょう。ヒット2本許したけど、水戸ツーアウト一塁二塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。高校チーム立ち上がりを無得点に抑えています。右の東浜、マウンドに上がりました。東浜、今日はどんな投球を見せてくれるのか。一勝してるね。高校チーム攻撃に入ります。第9、いきなりワンダーで出塁して、こうなんとかペースをつかみたい。第2球、シュート回転、やっぱ球速150あるよね。インコース低め、スローカーブ外れてボール。第3球を投げました。低め、ちょっと打ちづらいフォームしてるな。第4球を、球持ちっていうより、なんていうの、一回ねクッて止まられるとね、タイミングを取りづらい。それってフォームの問題だからね。投げた、打ちました。テント落ちねえかな。球はレフト浅いところ、あ、どう、おお、かっこいいね。ワンアウト、ランナーはありません。先ほどのプレーです。すげえな。バッターは2番玉三郎。まあ、ただ玉三郎も足は速い選手だから、投げた、打ちました。出てくれればヒット、まあ、走るかどうかはキャッチャーの肩と守備を見る。分かんないからね。そう、キャッチャーすごいのかどうか。でキャッチャー誰？カイ。ゲー、肩 S とか言って行かれてんだけど。送球 B。肩 S、守備が D だからね。守備が弱いと、その投げるまでのフォームがちょっと遅いんですよね。投げた後の球のスピードは速いんだけど、投げるまでがちょっと遅いっていう。キャッチしています。一発狙ってこう。第9、投げた、ゴー、ファールボール。
こいつのホームランが出るかどうかでかかってるからな。ゲッ。まあまだ1回だからね。残塁に終わりました。2回の表、これからホークスの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは松田。球打ちなんて言ってるのか。直球見送ってストライク。1球目ストライクから投げました。打った流し打ち。これはファール切れたね。危ない。もう第4球を投げました。流し打ち。打ってきた。どうだ。切れていきます。ファール。投球これから5球目。もうちょっと外すか外さないかくらい。打ちました。あ、こういうのちょっとやだな。うおー、マジか。ボールは中継。ラッキーなヒットだったな。相手にとっては足しーか。投げました。打ちました。ファール。警戒はしなくていいかな。流し打ち。あ、これもうマジでちょっと待って、ポテン的なのが多いな。いいバッティングを見せました。不運の三俊くんだな、これ。初球送ってきました。ピッチャーハードラックとか、いや関係ないけど、ハードラックとかつきそうだな。チャンスセーフ。投げました。見送ってストライク。投げた。やっぱりキャッチャーに求められるのは守備方だよね、打撃じゃなくて。まあ、それがあればレギュラーにはなれる。もちろん両方あればね、レギュラーですけど。第9投げた。もうやっぱりキャッチャーはこれは大丈夫だよね。守備力があった方が重宝される。ミト、ワンアウト二塁三塁の2回の裏、高校チーム攻撃に入ります。先頭バッターさて初球か、狙っていこう。投げた。危ない球。シュート回転してるってことはどうなの、球が軽くなるのこれ。いや軽い球とは別の赤得だよね。野球の理論的なものがさっぱりわかんないかな。打ちました。バットの先っぽ、キャッチャーの頭上フラフラっと上がっている。掴みました。よく話題に出すけど、その球持ちって言われても、その何がどうなってんだかよくわかんないんだよね。第9、まあ、対左打者 B とか、まあ、左に強いっていうのはわかるけど。第2球よし、スローか。球速の遅い球はね、こう見ながら打てるっていうのがいいよね。1球入魂。高速シンカーとかね、速い系の球はちょっと打ちづらいかな。まあ、かといってね、チェンジアップとかサークルチェンジとかそこら辺の緩急をつけられるのも苦手ではある。どっちだよっていう。この下位打線でどう作っていくか。足は悪くないね。長打が出ればサンタも帰ってこれそうだな。いけるか。行こう、走ろう。よし先生。ユキタイムリー。高校チームなおもチャンスが続きます。今の先生の場面リプレイでご覧ください。高校チーム追加点のチャンスを迎えています。さて脇役もチャンスはある。投げた。外れた。ボール。第2球投げた。打った。しまった。これはしかし1点確実にもぎ取る。高校チームさらに1点追加。2対0。なんていうの、こういうの最低限のバッティングみたいな感じなのかな。初球を打ちました。取られるかな。お、取られない。こっちも割とラッキーなヒットが出てんね。バッターは2番タマサブロ。投げました。さて揺さぶるか。ここはうわ危ねえ走ろうとしてたけど、なんかユッキーもいたから、あれセカンドだけどうやって走るんだっていうので迷って、結局走らなかった。よし、打線がつながってんな今日は。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。結構打ちやすいピッチャーなのかな俺的には。第1打席はファウルフライに倒れています。初球ストライクから打ちました。ファルボー。追い込んで、追い込まれたな。あー、これはいやー決めてきたか。2回の裏が終わりまして3対0高校チームホークス。この回は上位打線から始まります。ただ2番バッターからか。ボール。投げました。そうリリースね、丸って言われても、そリリースってリリース丸とかじゃなくなったね。前リリース丸とかだったよね。追い込んでいます。
投げました。流し打ち、どうだ。こういうなんか微妙な打球が多いな今日の試合は。見送ってボール。第6球を投げた。おー、いいところに決める。見逃し三振。柳田やだな。投げた。低め外角ストライク。厳しく攻めていこう、こいつに対しては。投げた。ストレート空振り。タイミング合いません。まあ、もちろん1球外す。投げた。もう投球これから4球。カーブも入らないくらいのところに。低めボール球打った。打ち取ったね。今ボール球だったからね、完全に。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは4番内川。あ、内川が4番なんだ。なんか柳田が4番のイメージがあったけど、能力的な話。投げました。打ちました。いい当たり。よし、いいね。ゆき軽快な守備を見せました。ああいうの守備力ないと抜けるからね。3人でピシャリと抑えています。3回の表が終わって3対0。高校チームさ、ベンチでもさ威圧感あるよね。先頭バッターはもうなんか座っててさ、第1打席はファールフライに倒れて休んでるけど、なんか文句あるみたいな。いや、こいつマジさすが。ホームランを狙えるよ。初球から思い切っていきました。もう7号だからね。バッターは5番クニ。クニシネも5本打ってんのか。初球打った。ファールボール。第2球投げました。打点は強そうだな、うちのチーム。スタンドに入りました。ファール。第3球を。ただロックオンが1ついてるからね、あんまりちょっと勝ちすぎるようだったら、勝ちすぎるというか打てるようだったらロックオンなしに変えるんで、これでワンアウト。ロックオンのね、1あるかないかっていうのすげえ関わってくるんだよね。投げました。いきなり打てなくなるからな。第2球。でも全体的なチーム打率は今多分3割超えてるよね、みんな。まあ、まだ始まったばかりだから。投げた。あっと、バットの先だ。川島。川島。おお、動きいいね。アウト。まあ、例によってプロ野球選手全然知らないんで。第9。投げた。誰がどういう動きをするな、するのとか分かんないっす。サンフランシスコ、いいバッティングを見せました。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。こうやってね、ペナントをやって覚えていくと。ストライク。第2球、投げた。打ちました。そうだ、こいつ喋るんだ。忘れてた、すっかり忘れてた。で、普通さ、試合中に喋んねえだろっていうのがあるけどね。そんなに。ブルースタジアムからお送りしております。え、喋んないよね、だって打席に立って「おりゃ!」とかさ言わないっしょ。実際は投げてる時とかさ。決まってストライク。まずは決めてきました。投げました。あ、ちょっとずれたけど。フラフラっと上がった。おー、いい動きだ。本当にいい動きするよ。これでワンアウト、ランナーはありません。滑らか。バッターは6番松田。第9。松田もただね、能力的には全然一発があるからね。引っ張られると投げました。持ってかれるな、これは。さあ、ツーストライクと追い込んだ。三振多いね。みんなどんどん振ってるんだな、強打者は。インコース引っ張った。すげえいい打ち方してる。レフト前のヒットだよね。松田、二塁も狙う。バッターランナー二塁でストップ。ワンアウトか。バッターは7番中村。ただここからはもう下位打線だから、できれば抑えたい。バント職に打ちました。セカンド左への打球。まあファストだな。よし、高校チーム。ここを抑えれば問題はない。なんでこいつもただそこそこの打撃能力を持ってるな。第2球。うっけー、これはまあしょうがない。1点。ホークス、ようやく1点を返しました。先ほどのプレーです。切り替えていこう。こっから抑えれば問題はない。バッターは9番甲斐。9番だしね。ピシャッと押さえていこう。ストレート、え、よし、早い。さあ、次の投球。打った。ファール。第3球を。こいつも三振なんだ。打った。マジかよ。これはヒットになります。今のさ、ボール球投げたけど、いいバッティングを見せました。ボール球を持ってかれるとね、
なんかすげえショックだよねやっぱり。で足速や2人とも第2球投げた。ここのチーム結構足速いね。トータル的に外角高め投げた。アウトコース高め外れてボール。第5球投げました。危ねえ危ねえ。切れていきます。ファール。ちょっとここを抑えられるか。投げました。よーし、オッケーオッケーオッケー。さあリプレイです。4回の表が終わって4。高校チームこの回は打順よく1番からの攻撃。これが3度目のバッターボックス。投げました。高速シンカーはボール。スタミナね、 B あるとね第2球また違ってくるんだろうけど。投げました。2球目空振り。第3球を投げました。打った。流し打ち。これは切れるね。高速系が多いね。高速シュートとか高速シンカーとか。投げた。もう球が速いからね。150あると。さあ5球目打ちました。取られるか。取りました。これでワンアウトランナーはありません。左バッターボックスには玉三郎。玉三郎第9。打率がいいな。なんか知んないけど。インローへ変化球外れてボール。第2球スローカーは厳しいね。投球は3球目投げた。打ちました。振り遅れるなやっぱり。第4球を投げた。打った。三遊間これもショートか。アウト。これで2アウトランナーありません。バッターは3番西野。今日はファールフライと三振。西野はミートし投げた。初球どうだ。打ち返った打球はセンターへ落ちない。3アウトチェンジ。高校チーム三者凡退に打ち取られました。ホークスこの回は2番からの高打順。先頭バッターは上位打線からか。ストレートはボール。スタミナはまだ半分くらい。打ちました。宇宙間へのフライ。おお、これはちょっとピンチを迎えるね。シャーナ期待ハペ。どうする？まずは打ち。投げました。際どいところ。投球これから外に。うわあ、持ってかれた。これ持ってかれたっしょ。ヤーナ期待4号か。打つねやっぱりこいつ。4対3。水戸がっくりと肩を起こしています。チームメイトが迎えます。では改めてまだノーアウトだからね。バッターは4番内川第9。そして4番を迎えるか。投げました。見送ってストライク。まずは決めてきました。投げました。ボール低め。第3球は打ちました。どうだ。いいね。サンタ、オッケー。いい動きする。やっぱ二遊間いいよね。バッターは指名打者デスパイレ。今日はサードゴロとセカンドフライ。ゲッ、危ね。今こうミート的に。ダイレクトでボールを掴んでアウト。もうちょっと下で当てられてたら確実に持ってかれてたな。パリーグあれか。まあ、うちのチームもそうだけど、DH があるから。二球目ストライク。簡単に2ストライクというか単純に強打者が1人プラスされるんだよね。サンタいけるいけないか。あれは無理か。松田いいバッティングを見せました。さあ2アウトから同点のランナーが出ました。いやまあここはしっかりと抑えていこう。投げた。見送ってストライク。第2球打ちました。1、2塁間。オッケーオッケー。何の問題もない。アウト。3アウトチェンジ。5回の表が終わって4対3。水戸この回さらに2点を失いました。国重とかさ記録って両打ちだったんだ。先頭バッターは指名打者ダン。第9投げた。初球外れてボール。タヌキはねひたすら強振で狙っていく。投げた。あーどうだろうな。悪くはないけどもう一伸びだよね。ちょっとずれたからな。左バッターボクサー5番クリ。今日はキャッチャーフライとライトフライ。待って打った。危ねえ。1球目ファールから投げた。よしオッケー。これは打ちました。いったっしょ。おーギリギリだけどいったね。オッケーオッケー。6号この2人が競い合ってるな。ストレートを狙い打ち5対3。高校チームリプレイをご覧ください。左バッターボックスは6番木野。
第9で木野くんはねもうちょっとパワーはないんで危ない球第2球ボール低め第3球を投げました打ちました第4球を投げました流し打ちどうだ流し打ちヒットいいね昨日ナイスバッティングですバッターは7番サンフランシスコまずは一塁牽制タッチはセーフ第1球投げました初球を決まったあー抜けたよかったボールは中継サンフランシスコゲッツーになるかと思ったけどさあチャンスを広げました初球外れても第2球打ちました二塁ランナー三塁へ向かう抜けた毎回一言ずつ発するよねユキナイスバッティングです今日これで3打数の3安打第1球おー猛打賞もう第2球投げました打ちましたあこれしまったおーやっちったアウトゲッツーチャンス A だったのに先ほどのプレーですチャンス A 持ってても俺がしょぼいと結局チャンスを潰してしまうっていう剥奪とかされないよね大丈夫だよねチャンス潰してると前半が終わりまして5対3マイライフとかやってると剥奪されるからねあんまり打てないとこの回のトップバッターは上林6回でこのスタミナか結構いけそうだな投げました打ったセンター前監督がどう思ってるかは知らないけどピッチャーのね交代タイミングももうコンピューター任せなんでこれはファーストで OK ランナー二塁に進みましたおおここでリーフを出すかピンチヒッターは明石第9左だから左対左だからってことリリーフを出して追い込んでから第3球を高めボール球マジかよこれ高めボール球を打ったって言ってこのポテンが一番ねもうちょっとギリギリにしすぎ変わったここまで2安打の今宮ああ右になったからボール第2球投げたから足の速いやつらが来るからな第3球を投げたゲシッとしやがったマジかよこれはまあいやー嫉妬はちょっとねどうにもなんないど真ん中嫉妬は本当どうにもなんないコントロールが低いと結構嫉妬率も高くなるからねマジか番ここで柳田迎えるのかよ投げた怖い今のも怖い第2球投げた惜しっと外角低めボール第4球を投げましたここに来ての逆転いや泣きたマジかよこいつつえ第5号ソロホームラン2打席連発変化球を完璧に捉えられましたいや泣きた強すぎるさあリプレイですバッターは4番内川今日はここまでやっぱ内川よりさ柳田の方が怖えもん投げました直球ストレート第3球を投げました縦のカーブは空振り少し迷ったか投げましたああまた嫉妬したちょっと嫉妬が多いセンター前ヒットクリーンヒットです内川いいこれで一発病とかついてたらバッターは DH のデスパイで今日はここまでかなり危険だな第2球投げた王君はただでさえ球速が速くないのに打ちました宇宙間へのフライですが昨日落下点に入った問題なし一塁に戻ります掴みましたこれで2アウトランナーは一塁変わりません第9投げたリリーフとかはさ一発打たれると一気に防御率が上がるっていうかなんていうの数字的に上がっちゃうから厳しいよね長いイニングを投げるわけじゃないんで内角低めいやーまた嫉妬したユッキーありがとう3アウトになります6回の表が終わって7対5高校チーム2点をリードされていますヒットの数がすげえな代打はリッキー代打を出してきたかワンダーよく変えられるよね初球決まってストライクまずは見送りました逆転を許してしまったからな
投げた。決まって。2球目空振り。バッター追い込まれました。ただリッキーはそうか。パワー系か。投げました。打った。上林。足を細いかんね。マジで。取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。高校チーム代打構成に出ます。うちのチーム結構代打出してくんな。第9投げました。まあ、一応さ、その代打要因とか守備要因とか代走要因というのは設定できるけど、あんまり設定してなかった気がするんだよね。てか分かんないんだよ本当に、どう設定していいか。第3球シュートか。あっと引っ掛けた。フラフラッと上がった。セカンドを落下点。掴みました。これで2アウト。ランナーありません。バッターは3番西野。今日はここまで3打数ノーヒット。あ、西野君今日打ててないな。これはでも OK。 取ってこれで3アウト。高速シュートもうちょっと曲がるかなと思ったけど曲がんなかったわ。さあここは守備を変えてくるようです。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。ちょっとまだ五郎君投げさせるんだ。もう無理でしょう。ちょ、うちの監督の采配が分かんねえな。新藤監督打ちました。え、取れる。センター前進。大丈夫か。センター方向へ持って取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは8番上林。もう使っちゃってるからね、リリーフを。投げました。ストレートはボール。第2球。この自分で変えられないっていうところが辛いところがある。第3球は割とブラックだからね、この球団。危ない球。第4球をへばっても投げさせる。投げた。打ちました。でもこのさ、点差だったらまだ敗戦処理っていう感じでもないからね。これで2アウト。ランナーありません。まだまだ右バッターボックスは9番逆転ができる。はい、出し決まった。ストライク。投球これから2球目。アウトロー。直球は外れてボール。これフォアボール出すと絶対交代だな。次は4球目。いや、攻めていこう。もう過去の前通過。嫉妬何パーセント。これもいいや。ちょっとフォアボールにしよう。外れた。フォアボール。高校チームピッチャー交代です。マジぶった切りを持ってるやつだからな。通算500安打まであと9本としています。初球ストライクから。ストライク。軽く追い込んでまいりました。投げました。ストレート主体にして最後ぶった切る。投げました。打ちました。あぶね。ドロップカーブみたいな感じだね。ランナースタートを切った。三振。7回の表が終わって7対5ホークスリードはわずかに2点です。7回の裏高校チームラッキーセブンの攻撃。どっちかがソロでいいからな。ホームラン打ってくれれば1点差だからね。うちの球場って毎回花火上げてんのかな。投げました。来た。よしよしよし。見事155m とか超飛んだな。まあ嫉妬だったからね。柳田には負けんよ。ここでピンチヒッター出してくんのか。一発打てってことだよね。よくわかんないけど監督の采配がわからん。でもまだ投げるんだ。投げました。あっと引っ掛けた。一二塁間のゴロ。セカンドから一塁送球アウト。左バッターボクサー6番木野。今日はここまで3打数2安打。監督の性格だよね。よくわかんないけど、そのよく代打出すとか出さないとか、そういう設定はねなかったと思うんだよね。ランナーありません。バッターは7番サンフランシスコ。今日は3安打。すげえ打ってんだこいつ。弾道は1か。完全に外れた。弾道1だと本当にホームラン狙えないからね。第2球投げた。外れた。ボール。1球入魂で塁に出てもらう。これから3球目。流し打ち。これは落ちないか。左にボールが上がっている。取りました。これで3アウト。7回までが終了。ホークスこの回は上位打線から始まります。先頭バッターは今宮。今宮今日打ってんな。猛打賞。初球に送ってストライク。猛打賞。投げた。外角低め。外れてボール。シュート1とさ、シュート回転ってさ、やっぱ違うのかな。おー、いいとこ外したつもりだったけど出た。まあ誰も塁に出てないし勝負していこう。やばい。あ、マジか。これはどうだ。
くおいかれてるやな、来たとかマジいかれてるよこいつ。なんなんだよ。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。リプレイをご覧ください。バッターは4番内川、今日5度目のバッターボックス。すげえ、本当に強えわ。軽内川に打たれた。ホームランを打たれたことによりちょっとテンポを崩されたか。デスパイネはもう全然打ってないよね。第2球さすがに油断はできないけどさ。松田も打ってんな。投げました。インハイ見送ってストライク。投げました。直球ストライク。インローへ。もう追い込んでいます。見送ってボール。第4球を。ぶっちゃけ外そうこれ。打った。ユキジャンピングは無理か。内川三塁回った。二塁ランナーホームイン。三点差。九対六。先ほどのプレーです。バッターは7番中村、これが5度目のバッターボックス。ここからはもう点はやれない。きっちり抑えてくれ。投げました。逃げ球重要だよね、やっぱりそう考えると。第3球を投げた。外角低めいっぱいストライク。アウトコース高め、ストレートは外れる。ぶった切り投げた。ぶった切り狙われるな。切れていきます。折り辺とかってさ意外に狙われるよね。第6球を投げた。打った。打球は宇宙間に上がっている。ダークネビラとかさすげえコンピューターに打たれる気がするんだけど、対人戦でもさ全然打てないけどさコンピューターすげえ打ってくんだよねダークネビラ。第2球投げた。低めのボール引っ掛けた。よし、オッケー。スリーアウトチェンジ。8回の表が終わった。東浜交番、マウンド上はモイネロ。モイネロ8回の裏3点を追いかけます。高校チーム攻撃に入った。打ってる。ゲーこれはセカンド正面アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは9番、今日4度目のバッターボックス。打ちました。これもちょっと頭上は超えないな。掴みました。これで2アウト、ランナーありません。3点差か。まあただね野球は9回裏だから9回裏で全てが決まる。第2球、まあ、当たり前なんだけど。危ない球。9回の裏に点を取れば何の問題もない。リッキーいいバッティングを見せました。バッターは2番、今日2度目のバッターボックス。中田くんはミートか。なんか名前だけ見るとさパワーとかもありそうだけど、リッキーとかマジ足遅いかな。クソチェンジアップ。バッター追い込まれました。追い込んで奪三持ちか。投げました。1球外してボール。投球これから4球目。奪三逃げ球緩急。インハイの直球はボール。スタミナ F だからね全然ない。投げました。打ちました。しかしそんげ掴んでこれで3アウトになります。一塁ランナーリッキー残塁に終わった。さあいよいよ最終回。ここはきっちり抑えよう。もう点はやれない。投げた。危ない球とか言いつつさすが逃げ球、まあ、失投はしたけど。投げた。ストレートはストライク。投球はこれから3球目。内角低め。何今のぶった切りは入らないか。投げた。ゲー打ちました。センター大丈夫だね。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰って明石、通算500安打まであと9本としています。初球打った。これも木野くん OK。ライト取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番。ここで抑えたい。3番4番には回したくない。初球はストライク。まずは決めてきました。点はやれないよ。打った。ユッキーいいね。取って3アウトチェンジ。木をこの回ピシャッと3人で抑えます。3、4、5クリーンアップからサファテ。そして最後を締めるのはサファテ。今日3人目のピッチャーとして登板です。いや締めさせん。今日は頼もしいピッチングを見せてくれる。おじさん代打か。威圧感。投げました。あれ威圧感初球打ち流した。代打は意味ないからね。第2球塁に出よう。きちんと投球は3球目。投げました。おじさんパワーヒッターは持ってるけどセンターへの打球。パワーが高いわけじゃないからね。ナイスバッティングです。さて今日2打点を挙げています。来たぜ。第9投げました。野球はっけでもなんとか抜けてくれた。野球は9回裏いいバッティングを見せました。さあチャンスを広げました。投げました。こわ危ねランナー3塁へファール。繋げていこう。第2球投げました。アウトロー。
スプリット外れた。サファってただ絶不調じゃん。第3球を投げた。ボール。第4球を投げた。スプリットはボール。どうしたどうした。投球これから5球目。これはいいね。これはデッドボール。いやでもここから逆転満塁ホームランは打てないよもう。初球から打っちゃった。打ち上げた。しょうがない。まず1点。おい。意外性ってさ、なんか意外な場面だとめちゃくちゃパワー上がるとかそんなんだったっけ。意外な場面がよくわかんないけど、日野くん、日野くんも意外性持ちだな。こいつはね狙っていけるんだよなとか言いつつ、いきなりインフィールドフライにしてしまった。いやいやいや、2アウトから、2アウトからよ。だってこれでホームラン打てばなんとかなるでしょ。ユッキーはみたいな。いや1球入魂だから、ファーストストライクを取られるまではちょっと。ほら来たよ、来た。行かれてんなこのチーム。ユッキーマジか。1球入魂。マジすげえわ、1球入魂。サヨナラ勝ち。9回裏の野球は やっぱりね、9回裏2アウトよ。超いいわユッキー、もう可愛すぎる。ルナちゃんとかさ、5億出すわこれ。マジで5億の価値あるよ。いや割とねもうダメかなって、普通にちょっと投げやりでやったんですよ。もう無理だとか思って、強振で打とうって思ったら入ったっていう。1球入魂持ってなかったら入んなかったね。いやーさすがだよ、もういつまでも眺めていたいよこのユッキー。まあ名残惜しいけど、いやいい試合だったね今日も。柳田はね本当に怖いわ。いや泣きたね。コローちゃんがねちょっと崩したよね。あ、ポール直撃だったのか。出た、いや泣きた。やっぱりタヌキがねこういうところで点を取ってくれたっていうのもこう逆転につながってるよね。出た柳田。柳田今日で3ホーマーだからな。おお、いい方だね木野くんか、あれは。あの方は木野くんだよね。まあ、ここでねきっちり犠牲フライをやって点につなげた。犠牲フライとかでもいんなかったか。ギリギリだよね、めっちゃギリギリ。やっぱり1球入魂なかったらいかなかったね。よし、これでも1位に躍り出たんじゃないか。ああそうか、勝利投手清光くんか。タヌキが7号8号も出てるね。ホームラン王かな今。柳田は絶対これホームラン王絡んでくるな。もうこれはい、というところで、あ、そうか、でも点数的には最後の4点がやっぱり逆転の火蓋を切ってるね。いやーまさかまさかの、いやユッキーがね本当に打ってくれるとは全然思わなかったんで、めっちゃ増えるよねこんなん見せられたら。バッグの開発したいな俺、欲しいもん。タヌキのハンカチはごめんちょっといらないわ。
リュッキーのバッグマジか、欲しい、買うよ俺。というところで、ソフトバンクの3連戦の1回戦目は、まあ、見事、逆転のホームランで、勝利を収めることができましたので、ちょっとね柳田やっぱり怖いよね。まあなんとか1位に躍り出ることができましたね。このまま、頑張っていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。